皆さんの記念日を全力で応援していきたいと思いますのでよろしくお願いします引き続き素敵なリポートも待ってますよ。はい、というわけで残りあと1ヶ月、いやーね、何しよう私。結局ね、なんだかんだもうやることいっぱいでね、年末の大晦日までもお仕事をさせていただくことになってるし、そうなんだ、どうしようかな、なんか合間を見つけて海にでも行こうかなあと忘年会にも行けたらいいな、はい、おでん忘年会してみたくて、おでんで忘年会やりたいでしょ。あとね、辛いラーメン会忘年会もやりたいんだよね。そう、だから全部ご飯になっちゃったというわけで今日の夕ご飯は、お腹すいたからなんかアカネンが言ってたケンタッキーの話題があって、帰り道になんかすごい私今その話からずっとケンタッキーが頭から抜けないので、ちょっと今日は唐揚げかチキンを食べたいと思いますやっぱり恐縮です。はい、というわけで今日もありがとうございました来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね、食べ物の話が多かったね。いろいろこう、あ、そうだ、今日なんかムーンとのクロスで、こんばんは、なんかまた食べたんじゃない？12月3日土曜日ソライブムーンの振り返りです、今日も3時間ありがとうございました。いや、今日のソライブムーンはですね、土曜日のソライブムーンということで久々になんだかゆっくりお出かけした気分をしていきました。今日は、埼玉に何度も行ったり突然間にインドを挟んだりとなかなか過酷なお出かけとなりましたけれども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。でもやっぱりお出かけリポートが今日も特によく晴れたエリアも多かったので、皆さんのリポートを見ながらお出かけした気分にこう浸れるっていうのはすごく嬉しいことですよね。なんか本当にその場所その場所にみんなで行ったような気分になって、じゃがいものリポートが出てきた時にバター持ってきたよとかブルーシート広げるねみたいなみんなが本当にここに行ったかのようなコメントをたくさんしてくださるので、なんかみんなとかコミュニケーションをたくさん取りながらやっぱお出かけってそこが一番ね楽しいと思いますので、今回も皆さんとのお出かけがもうイメージできました。本当にありがとうございました。あとは、太陽柱サンピラーという現象に関する、クイズが行われましたけれども、かなりですね正解者さんもたくさんいらっしゃいましたし、あとはですね大事な情報っていうのを予報センターの永井さんからですね詳しく解説をしていただいたので皆さんもなんとなくどんな現象なのか分かった方多いんじゃないかと思います。で、太陽柱だけではなくて永実っていうものもですね教えていただきましたが、初めて聞きましたっていう声もたくさんあって、やっぱり見たことない現象ってまだまだたくさんあるんだななんていうふうに改めて実感しました。素敵な現象これからもたくさん見られるように、もう毎日空を見ないといけないですね、珍しい現象に出会ったらぜひ皆さんもリポートで教えてください、さあでは今日はですね、みんな朝までねオールナイトでまだまだずっと起きているという方たくさんいらっしゃると思うので、今日も早めに振り返りを終えてまた村田さんにパスしたいと思います私は、明日はですね珍しくソライブイブニングなんですよ、前回いつ担当しただろうっていうくらい本当に久々なので、なんか何のコーナーがあるとかもなんとなくわかるんですけど、 見たりとかしながら準備してるんですけど、ちょっとね不安な部分もありますので、いろいろ助けていただければなと思います。さあ明日イブニングも頑張りますので参加よろしくお願いします。それでは今日も3時間ありがとうございましたそれでは皆さん朝まで楽しんでください。村田さんも頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい、ということで振り返りを見ていきました。ありがとうございます、さすがの気遣い
ね、うまくつなげていただきましたね。はい、ということでこの後いよいよ名場面に行くと、はい、7月からの7月がワンブロック、7月がワンブロック、8、9月、10、11、3ブロックですね、はい、今回予選が3つ、はい、そしてあ、じゃあ何それぞれを勝ち抜いた3択になるわけだ最後は。ああ、あーピールクをそこに敗者復活で入るっていう話もありますね。迷っちゃいそうだな今回も。はい、さあじゃあどうします、皆さん一回休憩入れるのかそのまま行くのか皆さんのご意見で決めようかな。トイレ行きたい。ああ、そうですね、一回トイレ行き重要ですね、それ重要。なんかね、あの飲み物持ってきたりとか、ちょっと準備確かにありますよ。ありますあります。じゃあ50分再開にしましょう。で、席外せるように一回なんかいろんな企画とかなしにしましょう今回はね。手拍子とかもなしで、普通に天下目で普通の休憩、トイレ休憩入れます。はい、それでは50分再開です。
はい、こんばんは、1時50分です。1時50分です。普通に考えたら真夜中です。さあここからが本番です。ストライブ24名場面名場面下半期大賞ということで、さあ始まりました。下半期の名場面大賞を決めていく時間となります。ということでまずはですね、7月のノミネート作品が手元に届いております。全部で12本あります。7月の、名場面を全部集めて、その中からまあノミネートされた、毎週毎週ノミネートされた作品の中からさらに厳選して、これは外せないっていうやつをスタッフが選んで12本ということなのでね、7月は結構多かったですよね。はい、いやー、鈴木ちゃんいい仕事したねって、うん、本当ね、そう思いますよ。はい、もう最初に言っておきます。ありがとうございます。本当に、はい。さあそれではまずは1本目の作品から見ていきましょう。7月27日月曜日のイブニングから届いております。発見、油断した吉野。それでは見ていきましょう。どうぞ。では予報センター草田さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。これね、はい、梅雨前線の動向を中心にですね、今週の天気はい、教えていただきたいんですけども。はい、では見ていきましょうか。はい、これね、ありましたね。はい、リラックスしてしまいました。吉野ねえ、話した瞬間に声聞こえて、あれ、おまずいよみたいな感じでね。はい、そんな吉野なかなか見れないですからね。はい、ということでまず1本目の作品は油断した吉野でした。そして続いて2本目参りましょう。7月29日水曜日のムーンから届いております。イズミンがボールに。それではご覧ください。どうぞ。いいですか。はい、お願いします。あ、いつも直感でやってるのに、はい、落としてしまいました。まあいいから早く入れてください。よくわかんないけど、早く入れてください。大フロム。あ、まあ今日天気荒れてるし、それくらいがいいかもしれないですね。うん、どうするんですかこれは。いや、ただもうひたすらダラダラ喋るだけです。はい、うんうん、いつも最近いろんなコーナーやっちゃうと、はい、とにかく伸びちゃうんです。そうですよね、うんうん、お、ピントがピントが、もうね、だから大フロムって聞いた瞬間にもうこんな状態ですよ。もう、はい、だからこの前の2時半ぐらいまでやっちゃってまして。あ、そうなんですか、うん、2時半、うん、そうです。皆さんもね、寝るタイミングをね、うん、今皆さんこれぼやっとしてて分かんなかったかと思いますけども、イズミン、このイズミン、ここにこうやって言わなくて、ボール声で持ってたんです。そしたらなぜかボールにチューしました。違うんです、ボールにぶっちゅーっとなんか口を当てまして、ちょっと横見て、何したんですか、何してるんですか。違うんです、ちょっと僕今びっくりしまして、それ今後いろんな人触りますし、それを触ると僕がディスられますし、あんまり変なことやめてもらっていいですか。違うんですよ。いつもこれ撮るとやりたくなっちゃうんですけど、はいはいはい、昔多分誰、皆さんやったと思うんですけど、はいはい、あの切符を買って、はい、ここに挟むっていうのやんなかったですか、こう。いや、まあ、でちょっとやりたくなっちゃう。あ、そうなんですか。それ、これを挟みたくなったんですね。ここに挟めるかなと思って、挟めるかなと思ったら、なんかアヒル口で注射みたいな感じ。触ってないですよ、でも、はい、やりかけたぐらいで。あ、本当ですか。はい、あ、もう割れなかったのに言わないでください。あ、そうですか。いや、真横から見てみて急にどうしたんだろうと思って。簡単だけどバレてないと思って。あ、本当ですか。いや、なんかね、絵も見上げてもらいましたみたいな感じです。はい、本当にね、ありがとうございます。はい、このボールを3名様にプレゼント。どうやって分けるんですか。
はい、ということで、ああこれもありましたね。いや、泉はね、あのもうなんか突っ込まれると生きるキャラクターですよね。はい、これからもねどんどんみんなでね突っ込んでいきたいと思いますけれども。あのボールは今もあるんでしょうか。あ、ありますね。これもう使ってないんだ。あれ黄色だったよね。フラット4。あれもうなんかシール剥がれてますよ。あ、どれかわかんない、どれかわかんなくなっちゃいましたね。もうね、3名の方にプレゼントしたかったんですけどね、ないですね、残念ながら、すいません。はい、さあそれでは続いて3本目参りましょうか。3本目は、あ、ごめんなさい、先ほどの2本は6月の前回のあのエントリーに間に合わなかったものが6月ので入ってました。6月27と6月29日のノミネート作品でした。ここからが7月です。まずは7月1日金曜日のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。もうなんかよくそのイダッチナイトの時にニワさん出演されるじゃないですか、うんうんうん、なので結構ニワさんが出る前向こうで準備をしているところをこのストライブムーンの、まあ、いろいろ終わって振り返りとか撮ってる間にニワさん見かけたりするんですけど、よくそのストライブナイトのディレクターさんが、あれニワさん見ませんでした、あれニワさんいなくなっちゃったっていうのをよく見かけます。そうなの、いつもなんかね12時に登場なんですけど、なんかあれ来ないなと思うと、ニワさんがいなくなったってなんかみんな探し回って、そしたらなんかお手洗いに行ったとか、なんか結構自由奔放になんか結構消える、消えますね、よく結構消えますね。うん、なのでちょっと読めないんですけど、今日ギターもちょっと聞こうと思ったらいなかったので、うん、聞きたいな、作詞作曲された曲を聞きたいですね。すごく聞きたいんですけど、うん、まあ今日ちょっと聞いてみますね、番組でも、うん、そうですね、いつですかって練習してたらびっくりですけど、そう、もしかしたら披露されるかもしれない。今練習してて、かな、練習してた、映ってるよ、嘘、待って、怖い怖い怖い、すごいな、盗撮盗撮、え、ここのスタジオから映るんですか。え、なんか何もできない、ね、怖い、映るのこの距離ですごい、すごい遠いところにいるんですよだってこの隣にもう一つ部屋があって A スタがあって、そのさらに隣の部屋ですから。でもなんか食べてたよね、え、そこまでもぐもぐしてなかった、あ、ガムか、なんかパン食べながら仕事してるかへー、すごい、この距離で捉えられるんですね。ちょっと12時前になったらカメラ切り替えてもらって、庭さんがいるか確認してから、そうですね、行きますね、うん、はい、そうしますあー、食べてるよ、なんか食べてるよ、食べてる、もぐもぐしてる、なんか食べてるねえ、庭が座ってるところがね、このたまたまガラスがですね、たまたまそのサイズで見えるっていうね、奇跡的なアングルでしたね。はい庭はいつも眠気覚ましにガムとフリスクを食べてますね。はい、はい、ということで庭監視体制っていうね3本目のノミネート作品でした。さあそしてもうそうだね、衣装を見て思ったんだけど、7月だからもうみんな夏なんだね。おー、さあそして4本目のノミネート作品は7月8日金曜日のムーンから届いております。一瞬だけ漏れた小悪魔。それでは参りましょう、どうぞ。それでは一旦インターバルです。お天気お姉さん大募集、ウェザーニュースでは24時間365日お天気をお伝えするお天気お姉さんを募集しています。
さまざまな動画サイトに配信されるソライブ24への出演や各駅に設置されているデジタルサイネージ、いろいろなイベントやウェブセミナーの MC なども担当します。また各動画サイトのオリジナル番組への出演などもあります。資格や経験はなくても大丈夫。全国に広がるサポーターや私たちウェザーニュースキャスターと一緒にお天気の番組を作りましょう。完全にこもれてたね今ね。ダバーなってた。いやーこれは面白いですね。ね、あそこだけライブでやったんですよね。切り替えてスタッフのね、あの演出で。すごい思いっきりこぼしてましたね。普通ないよね、なかなかね。はい、いやーなかなか強力な作品が届きましたね、ここに来て。はい、12本見た後に4択にするので皆さんね、自分のお気に入りのを覚えておいてくださいね。はい、は2時過ぎたということで一旦ここで、定時の空ボタン行ってみたいと思います。皆さんの今の天気は何ということで窓を開けてください。ガラッ、ほー今の天気はこれかっていうふうにね叫んでいただければと思います。さあみんなの天気はどうでしょう。叫ぶだけでいいです。ほーって言ってね、くしゃっで投票をお願いします。はい、横浜曇ってるっぽいなら薄曇り、埼玉晴れ、千葉曇り、埼玉星うっすらで曇り、佐賀晴れっぽい、品川晴れ、加古川市晴れ、大阪晴れ、京都晴れ、仙台も晴れ、おお晴れやっぱり多いですね。倉敷晴れ、小田原晴れ、東京昭島晴れ、上越暗くて分かんない、札幌晴れ、おおやっぱり全国的にいますね、まだこの時間起きてる方が。さあ集計しても大丈夫かな。それでは集計していきましょうか。5秒前です。4321終了です。ティーン、それでは見ていきましょう、どうぞ。お、なんと先ほどよりも参加数増えましたね。がっつり増えましたね、参加数が50人ぐらい増えてますね。さあそれでマップで見ていきましょう。なんで増えんだこの時間に。おー晴れてますね、全国的に晴れております。沖縄の方はお休みになったみたいですね。はい、隣も窓開けてたって、ちょっとね今のコメント笑いましたね。ほおおおあーどうもみたいな感じでね、また3時に開けますからね、あこんばんはみたいな感じでね。はい、ねえいつかこれがね社会現象になるといいなと思ってますけどね。はい、定時の窓開け、はい、おそうかそうか、がっつり51人先ほど増えましたね。はい、はい、ご参加ありがとうございます。さあということでそれでは名場面に戻りたいと思います。先ほどまで4本の作品を見ていきました。続いて5本目になります。7月10日日曜日のサンシャインから届いております。知らせ中継にやっぱりあの人登場ということでご覧ください、どうぞ。こちらからの中継も行っていきます。チャレンジング知らせの様子、
お伺いしていきましょう。じゃあ早速ピーポーパーポーピープルルルルプルルルルル出た出た出た、もしもし待ってます。はい、こちらチャレンジングセラフの会場からお送りしています。声届いているでしょうか？バッチリ届いております。チャレンジングセラフといえば、食も楽しむことができるというのも魅力の一つなんですが、この時間はそんな美味しい食べ物もご紹介したいと思います。はい、ということで、あれちょっと、すいませんすいません、あれちょっと、あ、報道ステーションの木田さんじゃないですか木田さんもいらっしゃいます。はい、食べてたとこなんですよ。いい音しますね。熱い時にはそうめんにかける。何入ってるんですか？揚げ玉、わかめ、ネギ。ちょっとネギってきました。美味しそうですね。美味しい。そして、ナナちゃんが持ってるのは何ですか？くるみやんさんのおにぎりです。美味しそうなんですよ。彩りも綺麗です。鮭にツナマヨ、うん、ツナでしたっけ、ツナにツナに梅、うん、はい、ということでまた鮭です。はい、はい、とても美味しそうですね。ぜひ食べてください。食べたいです。叫ばないと、わー、叫ばないといかないです。いけないです。叫ばないと、はい、では鮭をいただきたいと。絶好調ですね、木田さん。さすがですね。はい、そして私はこちらいつもある定番のものなんですが、横須賀海軍カリーパン、今日はいただきたいと思います。ありがとう。カレーなる定番。はい、カレーなるカリーパン。今日すごいですね、絶好調。今暑さがもうじりじりと暑そうですね。はい。そうですね、だいぶ暑さどんどん増しているように感じるので、はい、しっかり皆さん暑さ対策はとにかく行っていただきたいのと、はい、あとは飲み物売ってもいるんですけれども、はい、ちょっと売り切れとかっていうことがもしかしたらあるかもしれないので、はい、もしお越しになる方は持っておくのもいいかもしれないです。はい、木田さん食べきりそうなんです。木田さんもう完食じゃないですか。あ、完食ですね。完食、もう麺が全然ありません。木田さん完食ですということはい、ということで、報道ステーションの木田さんでしたね。あの木田さんが見れるのはソライブだけです、はい、地上波では一切見せませんからね、はい、いやな、夏いいっすね。なんかもう最近寒いからさ、夏っていいなって思いましたね、映像見ててね。夏でしたねってその前のね、すっかり忘れてました、白井の着信音ね、フルルルルーってやつですよね。はい、あれ配信したんだっけ、プルルルーってやつね。プルルって言えないんですよね、彼女ね。舌足らずなのかな、多分そうですよね。ちょっとなんか聞きようによってはアニメ声だったりしますからね、彼女ね。うん、なんか本気入れたらアニメ萌えいけそうな気もしますけどね。はい意外な弱点ってきますね。はい、それがいいと。うん、なるほど。はい、さあということで5本目ご覧いただきました。そしてバンバン参りますよ。続いて6本目になります。7月16日土曜日のサンシャインから届いております。連想リポートはサーヤンの一人勝ち。それでは参りましょう、どうぞ。さあではリポートで見ていきましょうか。リポートは4枚ほどあります。まず1枚目、宮城県の角田市ミニアンさんからです。梅干し用の梅を買いに行きました。梅からなぜかロケット、角田のスペースタワーコスモス
コスモハウスです。今日超簡単ですからしいです。大阪です。まつげちゃんさん、蚊取り線香が大活躍です。お嬢、ネズミみたいだぞっていただきました気象衛星打ち上げるやつかな。これロケットですか。ロケットなんやろ。あ、簡単すぎってコメントもいただいてますね。うっそー、簡単すぎ。わかんない。青木だから安心できないストレート勝負でいきました私もストレートです。ヤマティさん花火、ブラック SS さん花火、アビマルさん花火、私動物ちょっと待って、ちょっと待って。なるほど、そういう意味ですかね。大きい答え変えるなよって書いてますけど正解は何でいくのか正解はこちら、ドゥルルルダン。そんなわけねえだろ。そんなわけねえ。あ、バカ野郎はね。動物なわけねえ。やった。不正、不正。いやー、ひどいね。ありえないよね。クイズ番組でさ、途中で正解変えてね、タレントを正解にするっていう、ありえないよね、そんな番組ね。いやー、びっくりしましたね。そんな連想リポートもソライブ大感謝祭の一つのねブースになってますんで、皆さんでね、連想リポートできますよ。この連想リポートのブースのクイズ一問は青木が考えるって言ってました。この企画が通った時に、ね、いや僕もちょっと一問考えたいと思いますって言ってました。はいね、楽しみにしておいていただければと思います。これ永見とね、藤岡がやりますんで、はい、長見に怒られね。あ、おこみだった。おこみに怒られそしてね、天使に癒される、そんなアトラクションになっておりますのでね、はい、長見に怒られろって、ね、コメント来てますけどね、はい、顔を合わせたらもういつも怒られてますんで、ね、大丈夫です。さあ、それでは続いてまいりましょうか。はい、続いて7本目になります。7月20日水曜日のコーヒータイムから届いております。小悪魔が雲を切る。それでは見ていきましょう。どうぞ。アイリンさんは何を持ってきたんですか。今日はですね、ソラミドと一緒にこれを渡されて、はい、これも一緒に出してくださいって。そうなんですね。じゃあぜひぜひ、はい、今日の見どころはですね、くもくんの色と変化に注目というふうに、まあ、この今日はですね、黙々とした雲を、まあ、出ているところもあるかと思いますので、はい、この色と変化に注目をしてくださいということで、はい、必要かな雲くん。そう、じゃあもう今日はずっと一緒に、そうですね、番組に出ていただいて、うん、でもなんかこの子ともう一人実は雲の雲くんみたいな子がいて、そうなんですか。結構なんかこう予報士さんが降りてきた時とかに、はい、なんかこの子を使って解説とかをしてくれました。へー、こうなるとねみたいなの。へー、うん、じゃあ単なるお飾りではないなんてこと。なんてこと。お飾りってなんだ。ごめんなさい、ごめんなさい、怒ってるよ、怒ってる。笑ってますよ、怒ってる、笑ってますよ、ね、笑ってますよ。相変わらずですね、切れ味が、もうくもくんのことお飾りって言ってましたね。はい、さあということで、それでは続きまして
て8本目になります。7月22日金曜日のナイトから届いております。イダッチの大人の魅力拝見しましょう。どうぞ。ということで一旦インターバル入りまして、この後はお待ちかねの庭さんです。お天気お姉さん大募集。ウェザーニュースでは24時間365日お天気をお伝えするお天気お姉さんを募集しています。さまざまな動画サイトに配信されるソライブ24への出演や各駅に設置されているデジタルサイネージ、いろいろなイベントやウェブセミナーの MC なども担当します。また各動画サイトのオリジナル番組への出演などもあります。資格や経験はなくても大丈夫。私たちウェザーニュースキャスターと一緒いやーすごいね。イダッチはもうねサービス精神の塊ですからね。あの方は本当にもうね、あの皆さんを楽しませよう楽しませようっていうモンスターですからね、うん、地上波には出せないですねあの方は本当にね。特に生は、うん、無理だと思います。はいさあということでイダッチからのプレゼントがあったところで次はですね9本目になります。9本目のノミネート作品は7月24日日曜日のイブニングから届いております。それではご覧ください。最後の最後に CM に映り込んだのはどうぞ。お天気お姉さん大募集。ウェザーニュースでは24時間365日お天気をお伝えするお天気お姉さんを募集しています。さまざまな動画サイトに配信されるソライブ24への出演や各駅に設置されているデジタルサイネージいろいろなイベントやウェブセミナーの MC なども担当します。組長組長静止画今のね静止画じゃないです。あれもライブ静止画っぽくやってたよねはいもう森田さんはなんかいろんなねいろんな呼び方ができましたよね最近ね。もともと組長っていうねあだ名でしたけれどもね、途中なんかあのゴリラみたいなことも言われてましたもんねまあ本人の前では言えないですけどね。はい本当ね誰がそんなこと言ったのかね分かんないですけどね。はいそんなねもう本当にもう恵比寿さんみたいなね笑顔の方ですけどね、あの笑顔の裏はねもう相当ひどいことやってますからね、うん騙されないでくださいよ本当に怖い怖い怖いはい。さあじゃあ続いてね、10本目のノミネート作品参りましょう。7月27日水曜日のサンセットから届いております。おノーカットアイリンのスイカ割り。それではご覧ください。どうぞ。だいぶですねセミが元気に鳴いていてこの周辺でもミンミンしているんですけれども体感的にはですね今比較的過ごしやすいかなという印象です。さあそして今日はスイカの日。なんとですねスイカがありましたあのところに。でもあのままじゃ食べられないですよね。でもちゃんと綺麗に割れてた方が食べやすいかなということでここからやりたいと思います。さあ目隠しをして皆さんチャットや、チャットなどでですね右とか左とか書き込んでいただければと思います。もちろん今目隠しをしているので見ることはできませんが応援よろしくお願いします。さあヤミさん、はい、何でいただきます。何で
日本刀とバットがある。日本刀で？あ、じゃあどっちか。選びます、どっちか。じゃあこれで。はい、いきますよ。では誘導お願いします。あ、怖い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 。佐藤さんちょっと離れてくださいね。だ、誰ですか。怖い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 。あ、あ、あ、すいません。あ、じゃここ右、ちょっと右、あれ、左ここか。もうちょっと前。お、なかなかいい選挙。お、いいですね。えい、あ、当たった当たった。え、当たったここか。日本刀、日本刀、日本刀。よし、こっちじゃないと切れないんじゃないかな。よし、えい、え、え、当たってる。やっ、あごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。バットで、バットで。日本刀が折れちゃったよ。私のお給料から引いといてください。誘導、じゃあ、はい、右、右、ここが右。何かそんな。さやです。左、左、前、ここか。惜しい。え、待って。え。漫画家。ここか。おお。やった。ここ。いや、もうやめて。やめてもう。あ。三撃。やったー。成功しましたー。いやー、ふざけたなー。ということで、ちゃんと割ったので、こっちの方が食べやすいかなー。スタジオに戻りまーす。はい、ということでね、いろんなものを壊しておりましたね。はい。そしてそのスイカをですね、その次に食べるっていうね、作品に続きます。7月27日水曜日のイブニングから届いております。それではどうぞ。で、これスイカさ、アイリンがさっき割ったやつをもらったんですけど、見てよこれ。え、全然食べる気になんない。え、何、ここにさ、皮ってある。いや、もうね、アイリンの割ってる姿見てないけども、かなりもう皆さん目をね、覆いたくなるようなスイカ割りだったんじゃ。うん、うん、あ、うまい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 。あのね、見た目以上に美味しい。そう、でもね、本当見た目がね、もう本当にゲですね。ゲのゲの。カメラに種飛ばす。いや、私が怒られます。確かに種飛ばす災害とか。もうね、種を飛ばすより悪いですよ。いや、全
全然大丈夫、全然大丈夫なとこに落ちた。全然大丈夫。うん、全然問題。全然大丈夫。全然あの本当にうまい具合に、うまい具合にあのよかさった感じです。全然よかさってない。よかさってない。本当全然問題ないよ。すぐニコ生のパソコンには落ちてない。大丈夫です。大丈夫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 。大丈夫ほらほら元気な種が取れましたよ。これで食べやすくなりますね。ねえ、まあそんなこんなで今このスタジオに置いてあるパソコンはね入れ替えされましたけどね。はい、いやそんな夏のハプニングもありました。うん、そんなハプニングを乗り越えて7月最後のノミネート作品です。7月30日土曜日のイブニングから届いております。誰もが通る道を他のが通る。それでは行きましょう。どうぞ。はい、リポートありがとうございます。続いていきましょう。続いては茨城県の霞市の健さんのリポートです。ザ・太平洋、夕立もなさそうです。体感じりじり暑い。天気はげはっきりの影はっきり報告いただきました。リポートありがとうございます。うん、なんかもうすごい夏って感じですよね。あ、スルーしてる。スルーいいなぁ、ね、しかもあの雲もね、あの奥には少しあるんですけどあまりなくてね、一生懸命スルーしてます。太陽も恐縮せず、雲が恐縮してるぐらいですかね。うん、天気の崩れもなさそうですし、目がキョロキョロしてますね、なんかね。コメントはスルーします。コメントはスルーします。ぺっこりスルーで恐縮です。私はどっちでしょ、間違えてましたか。がっつりね、あのがっつりね。ちょっとスタッフさんあたりがざわざわしてるんですけど。本当にね、もうぺっこりハゲてて恐縮ですってね。さあ、ということで7月のノミネート作品をご覧いただきました。さあ、じゃあ、4択で参りますよ。じゃあ振り返ります。1位発見、油断した吉野。2位イズミンがボールにキス。3位には監視体制。4位一瞬あふれたダバー松雪ですね。はい、5、知らせに木田さん。6、連想リポート、江川一人勝ち。7、小悪魔が雲を切る。8、イダッチの大人の魅力。9、最後に CM に映り込んだ森田さん。10、ノーカットアイリンのスイカ割り。11、アッキーがスイカでマックを壊す。12、ぺっこりハゲてて恐縮ですの12本になっております。さあ、どれ行こうかな、どれ行こうかな。松雪入ってってますね。じゃあ松雪のはダバー松雪にしましょうかね。はい、ダバー松雪入りました。スイカ割り来てる、スイカ割り、スイカ割りの方にしますか。じゃあ どこだ、あ、こちら、惨劇
山岸でいきますか。山岸の惨劇ね、はい、これが2本目いきましょうか。あ、じゃあもうこれはスルーね、ぺっこりスルーで恐縮です、できないですね、わかりました。じゃあ他の入れましょうか。はい、ねえ、何タイトルは何でしょうかね。ぺっこりぺっこり他のんでいきましょうか。ぺっこり他はですかね。じゃああと1本ですね。そうですね、あと1本。泉のキス、あー、イダッチキス、あ、キスが2つ来てますね。じゃあどっちかのキスにしましょうかね。イダッチかイズミンか、どっちのキスがいいですか。木田さんはキスしてないですね。木田さん入ってないです、はい、木田さんのキスはないですね。わ、同じぐらいだな。イダッチ、イダッチ、イダッチの方が多いですね。イダッチキスにしましょう。はい、の4択になりました。ダバー松行、山岸の惨劇、あれ、ぺっこりほかわのイダッチキスの4択です。はい、ニコ生の方アンケート出ました。1ダバー松行、2惨劇の山岸、3ぺっこりほかの、4イダッチキス。うん、7月はなかなか豊作ですね。はい、空ボタンの方でも出ました。迷うな迷うな、ねえ、7月を勝ち抜くのは一体誰なんでしょうか。松行さんなのか、山岸さんなのか、ほかわさんなのか、井田さんなのか、ねえ、いやー、もうなんかすでにね、この名場面の実力者が揃ったみたいなところありますよね。うん、実力通りって感じがしますね、7月はね。はい、全部対象でもいいぐらいのレベル。そうですね、それぞれの曜日では対象に選ばれてたかもしれないですね。あの CM ネタって面白かったですね、結構ね。またやりたいですね、 CM ネタね。来年が楽しみです。さあ、それでは締め切ってまいりましょうか。皆さん投票していただけましたでしょうか。5秒前からいきます。5秒前、4、3、2、1、終了です。ピーン。さあ、それではまずはニコ生の方から開けてみましょう。ニコ生集計、ドン、ヌー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 、ダバー松行 41.2%。 松行がまず入りました。そしてソライブの方も行きましょう。ドン、よし、ダバー松行来ましたね。はい、ま、7月は、おう、あれ、さっきの天気の空ボタンよりも多いな、参加数が。皆さん真面目に天気に参加してくださいよ。お願いしますね。はい、このダバー松行の表記はひらがなでダバーアーニで、アーはちっちゃいアーにしてもらっていいですかね。はい、次のね、あの決勝戦の時はね、はい。あ、皆さんコメントでね、あのありがとうございます。はい、ダバー松行ですね。はい、芸名みたいっていうの、芸名みたくなってきましたね、ダバー松行ね。
はい、あまり綺麗な名前ではないですよね、はい。さあ7月のねえ決戦が終わったところで一息つきますかね。はい、じゃあ一息ついて、あんまり長く休みを取るとね、見て寝ちゃうんでね、短めの休みでいきますか。はい、次の8月の8月9月でしたっけ、そうですね、の仕込みはほぼ完了です。ほぼ完了と、はい、いうことはちょっと時間を置いた方がいいのかもね、20時40分再開にしましょう。はい、はい。